教えるね。はい、つみやき、こんにちは、大西です。今日も型の応用を一緒にやっていきましょうね。英語の文の作り方は日本語と全然違っていて、型を意識していってください。決まった型っていうのがあるので、それに単語を入れ替えてお話しするようにするとすごく表現が増えるんですね。なので一緒にやっていきましょう。今日は give、与える、あげるという意味の動詞ですね。はい、この動詞と関連する動詞を一緒にやっていきます。はい、では例文見てみましょう。 I give him a present。 私はあげるよ、彼にあげるよ、プレゼントをあげるよってなってるんですね。目的語が2つ取れてるんですね。はい、 SVOO 文型ということになります。このあげるタイプの動詞は SVOO を取れるんですね。はい、その場合語順が決まっています。必ず命ある人が先なんですね。だから him が先、a present が後ろになってますね。こうやって SVOO で並べるときは命ある人が先と思っておいてください。はい、では同じような文型を取る、動詞ですね。他にも同じあげるタイプの動詞で見せる、 show ですね。それから、伝える、 tell ですね。それから教える、 teach。 これらを使ってこの8例文を英語に一緒にしていきまして、最後10回ずつ音読練習もやってみましょう。 OK、 No.1、 あなたにプレゼントをあげますね。では意思表示として言ってみましょう。はい、I'll give you a present となりますね。はい、これは例文と同じですね。 I が主語、これは will ですね。 I will の短縮 I'll となります。これは意思表示ですね。これこれするね、するよという意思表示になります。はい、 give は動詞、与えるですね、あげる。はい、あなたにあげるよ、a present をあげるよというふうに目的語2つです。命ある人が先、物が後ということですね。 OK、 No.2、 あなたに私の猫を見せますね。はい、見せる、 show を使ってみましょう。はい、 I'll show you my cat となりますね。はい、同じく I が主語、 will は意思表示、 show が動詞、 you が目的語、 my cat も目的語。私は見せますね、あなたに見せますね、私の猫を見せますねっていうことですね。この show っていうのは視覚ですね、目で見せるっていうことですね。目で見せるから、まあ実際お写真とか図とか絵とかで見せるっていうことですね。 OK、 No.3、あなたに駅までの道を教えますね。今度の教えるは情報として伝えるっていうことで tell を使ってみましょう。はい、じゃあ教えますね。 I'll tell you、 はい、何を、道ですね、 the way。 はい、どこまでの道、駅まで、 to the station。はい、こんな感じですね。 I が主語、はい、Will はこれからするねって意思表示ですね。 Tell が動詞、 You、 あなたに、 The way、 道を、はい、私は言うよ、あなたに言うよ、道を言うよってことですね。はい、 To the station は飾りです。 To は矢印の前置詞、駅まで向かう道っていうふうに道を飾ってるわけですね。はい、この Tell っていうのは情報を伝えるっていう時に使います。 Show は視覚的に見せるということですね。はい、ということになります。もしここですね、 show を使うと I'll show you the way to the station という場合もあるんですね。その時はやっぱり視覚的に見せる、だから一緒についていく感じですね。視覚的に見せる、だから駅までの道を視覚的に見せるってことは一緒についていく感じがします。 tell は情報として生き方を伝えるっていうことになりますね。 OK、 No.4、あなたが日本に来たらいろいろ案内するよ。はい、ではあなたが日本に来たらっていうまず条件からですね。 If you come to Japan、 はい、いろいろ案内するよ。
これは一緒についていく感じですよね。一緒にご飯食べ行ったり、ね、一緒に海岸に行ったり、ね、一緒についていくのは show を使いますね。 I'll show you。 でここは具体的にそのあなたに見せるのは何よっていうのがないので、案内する、いろいろ案内するよ、 around をつけますね。これがいろいろ案内するよって言い方になります。はい、解説しますね。じゃあ if の説はこれ条件ですよね。 if 説、はい、you が主語、 come が動詞、 to は矢印。あなたが日本に向かってきたら、日本に来るなら、はい、本当の、文章はこっちですね。大事な方は I'll show you、はい、これ SBO ですね。私は見せますよ、あなたに見せますよ、 around あちこちっていう、飾りですね、ということになります。これでいろいろ案内するよっていう言い方なんで、これはちょっと覚えておくといいですよね。はい、ということでこれ SBO の時もありますね。具体的に物が来ない時もあります。 Number 5、あなたに博多弁を教えますね。はい、私博多弁ネイティブ、ね、博多弁で言うと博多弁教えちゃうねって感じですね。はい、では、今度はですね、知識や学問を教える場合は teach なんですね。はい、では言ってみましょう。 I'll teach you HakataDialect となります。はい、 I が主語、 teach が動詞、 you が目的語、博多 dialect も目的語です。私は教えるよ、あなたに教えるよ、博多 dialect を教えるよっていうことですね。はい、 dialect っていうのは方言のことですね。 OK、 number 6、私は友達に茶道を教えている。この時も結局知識ですよね。知識や学問を教えるときは teach を使います。はい、これは普段教えているってことで現在形にしましょうかね。 I teach、 はい、誰に、 my friends、 一応ここ複数形にしておきますね。複数いるということで、で何を、 tea ceremony、 はい、同じく I が主語、 teach が動詞、私教えるよ、 my friends に教えるよ、 tea ceremony を教えるよっていうことで、目的語2つ、命ある人が先ってことですね。 Number 7、あなたにそれについて全て教えるよ、つまり情報を伝えるよってことですね。はい、今度は tell ですね。 I'll tell youあなたに伝えるよ、教えるよ、何を、すべてを、 all、 はい、でこれにそれについてっていう飾りをつけます。 about it、 はい、こんな感じですね。解説します。 I が主語、はい、 will は意思表示、これから伝えるね、言うねってことですね。 tell が情報を伝える、はい、誰に、あなたに伝える、 all、 すべてを伝えるですね。はい、 about it はそれについて、 all を飾っています。OK、Number 8。今度は電話で伝言を受け取る場合ですね。はい、例えば会社とかに電話がかかってきて、スミスさんお願いしますとかって言われた場合に、スミスさんが出かけてていないとする。じゃああなたは伝言を受け取らないといけないわけですね。そして内容を聞いて、じゃあ最後にスミスさんにメッセージ伝えますねって言わないといけないですね。その場合のセリフですね。はい、では私はメッセージを伝えますね、つまりメッセージごとあげますねっていうことで give を使うんですね。はい、では I'll give、 はい、誰に、スミスさんに、女性ですね、 Ms. Smith、 はい、何を、今聞いたメッセージですね、 The message、はい、こんな感じになりますね。 I が主語、 give 動詞、あげるよと、私はあげるよ、誰にあげるの、ミズ・スミスにあげるよ、 the message、 そのメッセージを、 SBO を文型ですね。はい、このメッセージっていうのは伝言ですよね。その聞いた内容全部入ってパッケージになったその伝言っていうものを伝えるだから、英語ではこの give、 あげるになるわけですね。
プレゼント一緒ですよね。もうコンテンツが詰まった伝言、中身、内容が詰まった、コンテンツが詰まったそのメッセージっていうものを一つのパックとしてあげるっていうふうに考えるわけですね。はい。あとこの Ms っていうのは女の人に対する敬称なんですね。この S のところは濁ります。 Ms でピリオドですね。はい。で他にも女の人への敬称って Mrs とか Miss っていうのもあるんですよね。うん。でどう違うかっていうと、Mrs. Smith っていうと結婚してる女の人への敬称ですね。 Miss Smith っていうと結婚してない女の人への敬称ですね。 Ms は濁る、Ms は、結婚してるしてないを区別しないので便利ですね。はい。これはファーストネームで呼び合う仲じゃなくて、ね、アキーとかケイトとか呼び合う仲じゃなくて、ね、お仕事先の人とかですね、名字の方、ラストネームの方で呼ばなきゃいけない場合につけるわけですね、ということになります。はい。では結局は口が言い慣れることなので10回ずつ音読をやっていきましょうね。 OK, number one. あなたにプレゼントをあげますね。 I'll give you a presentI'll give you a present. I'll 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 give you a present.I'll give you a present. I'll give you a present. I'll give you a present. Number two. あなたに私の猫を見せますね。 I'll show you my cat. I'll show you my cat.I'll show you my cat. I'll 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 show you my cat.I'll show you my cat. I'll show you my cat. Number three. あなたに駅までの道を教えますね。 I'll tell you the way to the station. I'll tell you the way to the station. I'll tell you the way to the station.I'll tell you the way to the station. I'll 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 tell you the way to the station.I'll tell you the way to the station. I'll tell you the way to the station. Number four. あなたが日本に来たらいろいろ案内するよ。 If you come to Japan, I'll show you around. If you come to Japan, I'll show you around.If you come to Japan, I'll show you around. If you come to Japan, I'll show you around. If you come to Japan, I'll show you around. If you come to Japan, I'll show you around.
If you come to Japan, I'll show you around. If you come to Japan, I'll show you around. If you come to Japan, I'll show you around. If you come to Japan, I'll show you around. Number 5. あなたに博多弁を教えますね。I'll teach you Hakata dialect. I'll 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 teach you Hakata dialect.I'll teach you Hakata dialect. I'll 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 teach you Hakata dialect. Number 6. 私は友達に茶道を教えている。I teach my friends tea ceremony. I 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 teach my friends tea ceremony.I teach my friends tea ceremony. I 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 teach my friends tea ceremony. Number 7.あなたにそれについてすべて教えるよ、伝えるよ。I'll tell you all about it. I'll 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 tell you all about it.I'll tell you all about it. I'll 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 tell you all about it. Number 8. スミスさんにメッセージを伝えますね。I'll give Ms. Smith the message.I'll give Ms. Smith the message. I'll 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 give Ms. Smith the message.I'll give Ms. Smith the message. I'll give Ms. Smith the message. I'll give Ms. Smith the message. Okay. SBOO の時は命ある人が先ということですね。今日もあなたの口が育っております。Thank you for watching. See you next time. Bye.